はい、田中90です。次シーズンまであと16日。やっぱね、これぐらいになるとあれが来ました。そうです、次シーズンの武器調整情報。まあ今回もね、情報源ね、概要欄に貼っときます。で、今回の情報はね、まだ中国版のテソサーバーの情報なんで、確実に来るかは分かんない感じですね。話半分ぐらいに聞いてください。間違ってても怒らないでってことです。まず最初の情報、このコシャーカが強化されます。エイム時間が今470なんですけど、これが455になるんで、単純な強化っすね。こいつ今でも使ってる人いるぐらいなんで、全然スナイパーの王になる可能性はあります。で、次レーザーバックがね、めっちゃ調整入るわ。まあ、今レーザーバックね、あんま強くない系の銃だけど、めっちゃ変わります。まずダメージが、今1段階目は30ダメージなのが33ダメージ。え、でかくね。なので胸と頭と前腕は3発キルになるのやば派遣ですか。まあ、その代わりあれっすね、第1段階の射程が15メートルから9メートルに減るんで、至近距離で3発キルできるようになるって感じっすね。でも強い気する、近距離3発キルっしょ。で、それ以外のね、射程とかダメージはほぼいじらないっぽいんで、本当に単純な強化っすね。移動速度も上がるっぽい。これやばくね、レーザーバック近距離999を超える火力武器になるってマジですかって感じっすね。で、次 PDW が強化されます。胸のダメージ倍率が 1.1 から 1.15 に伸びるんで、あんま変わんなそうだね。何が変わるんだろう。なんか組み合わせると4発キルとかが増えるんじゃないですかってぐらいで、あんま変わんないと思います、はい、PDW は。で、次、DRH が強化されます。まあ、この武器ね、海外人気あるんでね、前腕のダメージ倍率が1から1.15 になるって書いてるんですけど、今でも 1.15 なんですよね。なんでこれ正直よくわかんないっす。うん、 OTN マガジンつけても 1.15 なんでね、まあ、これはちょっと実際来てみないとわかんないっすね。まあ、なんか強化来るんでしょう。で、次、おでんちゃんが強化もらいます。射程距離が伸びるケースね。今16メートルと25メートルで、まあ、距離減衰するのが18メートルと28メートルに変わるんで、まあ、大体2メートルぐらい距離減衰が緩くなったということなんで、まあ、単純な強化なんで、おでん使いには嬉しいでしょう。まあ、派遣とかは、まあ、あんま変わんないと思います。で、次、エルカーが強化もらうのね。まあ、おそらくドゥブライが、まあ、強いんでね、あんま使われなくなったから強化って感じなんでしょう。まあ、これも射程距離の強化で、今8メートルと14メートルで減衰するのが916メートルに変わるんで、だいたい1メートルか2メートルぐらいね、減衰が緩くなる感じなんですね。で、水平方向のリコイルが減るんで、まあ、使いやすくなる感じですね。まあ、あんま変わんないと思うわ。で、次、 AGR が強化されます。 5.56 マガジンが、で、これがレートが上がる感じですね。 8% 程度間隔が少なくなるんで、レートが60ぐらい上がるんですね、 RPM。 強くない？そう考えると中距離でね、実質的に、まあ、強くなるって感じじゃないでしょうか。 5.56 マガジンの使用上、割とアサルトとして来シーズン使ってみると面白いかもしれません、このまま来るんだったら。これ結構明確に強化なんでいいっすね。で、次、R90 が強化される感じですね。パレットの拡大の密度が上がるらしいんで、まあ殺しやすくなるってことかなちょっとこれ翻訳不安なんであれなんですけど、まあ強くなる感じです。まあでもあんま変わんなそうっすね、正直。で、それ以外だと HVK が強化されます。この代行型弾薬が29から現在の32に上がるそうです。まあ、この3発であんま変わんなそう感は正直あんね。その代わり空の時のリロード速度が遅くなるんで、まあでもあんま変わんないんじゃないかな、どっちも。で、次、リンゴが強化されます。射程距離が
現在1623なんですけど、それがね1826に変わるんで、2メートルからまあ3メートル程度伸びるんですけど、まあ2、3メートル変わったところで感は正直あるけど、まあリンゴ使ってる人には嬉しいんじゃないでしょうか。まあ、派遣とかは変わんないわ。こんな感じですね、武器の調整は。あんまないかな。てか、レーザーバックがこのまま来るんだったらやべえんじゃねぐらい。レーザーバック最強時代になるかもしんない。それぐらいやべえと思う。で、それ以外だと、アナイアレーターが強化されます。オペスキの。検知距離が上がる。だって。強化する必要あるか？もともとってか、みんな使ってね、アナイ。使ってるやつって強化する必要ありますか？と思います、正直。で、次、シャドーブレードが強化されます。移動速度が上がるんですけど、めっちゃ上がったら面白いけど、そんな上がんなかったら変わんなそう。で、次、ハイブが弱くなるの。継続時間が32秒から24秒に減る感じです。よくね？ハイブ誰も使ってねえぞ。で、次、ブルチャージがまた弱くなるっぽいですね。継続時間が今25秒なんだって、それが20秒になる。まあこれは妥当かな。意外と使ってる人多いし。で、次、フラッシュドローンが強化される感じですね。降下距離が12メートルか14メートルになる感じです。まあどうだろう、2メートルで変わるかってところはある。で、次、ガスグレ強化されるの。なんだろう、遅延効果が増えんの。増えて影響する距離が6メートルから7メートルに増えると。その代わり続く時間が7秒か6秒になるのか。いや、でもうぜえ武器強化しないでくれ。でもまあガスグレ投げまくって楽しむか。で、ストームボールが強化されるんだって。降下エリアが5メートルか7メートルになると。まああんま変わんなそうっすね、正直。で、次、 C4 が弱体化されます。爆発するディレイ、遅延が増えると。なんですぐ爆発しなくなるんじゃないですか。うざいけど弱体化するほどかって感じあるね。ということで、こんな感じですね。まあ中国版のテストサーバーで来る内容って割と来ない時もあるんだよね。レーザーバックは来ない可能性あるぐらいのぶっ壊れなんで微妙っすけど、他はそのまま来てもおかしくないなって感じがする。レーザーバック次第ですね。レーザーバックがそのまま来たら派遣でしょう。9メートル、999超え。ということで、皆さんどうでしょう。まあ、個人的に思うのは、テンペストと NA45 をね、強化してほしいですね。ということで、お疲れ様でした。オツ。いやね、レーザーバックこのまま来たらね、結構ロマンあると思うんだよな。まあ、EGR もロマンある、結構。いや、レーザーバックこのまま来てほしいな、正直。